というわけで公開収録生放送11月7日マリオカート8デラックスキノピオハーバー 150cc 現在レートは6237レートですね。すでに200回行こうとしてるマリオカート8デラックス実況なんですけど、まだ6000レート台です。なかなかね、うまくいかないっていうか、うまく走れないっていうのがあって、まあそんなにうまくないとか下手なんで、まあなんでとりあえず目標設定値は5位にしてますけど、1回だけね珍しく4連続だったか3連続1位っていうのはありましたけど、それぐらいかな。さあ現在2位で好調に進んできてますね。ここも結構熾烈な争いになりやすいからな。あ、加工ら4つだ。いや、あー、おっと、まんまと引っかかった。さあキラーでいくぞ。あー、コインかすめ取りながらカーブ行きます。このコイン取ってこい。さあ3周目、現在良いコイン8枚。とりあえず調子いい方。うわーいし、暴走、痛い。最後のアイテムボックスでキラーか。とりあえず目標の5位でゴールできたから OK でしょう。第2レースドーナツヘア 150cc。スタートダッシュはとりあえず成功。アイテムも2つ取って、1個はコイン、1個はバナナとちょうどいい感じ。あえい、えい、はぁーって言ったね、リンクは。ブーミラン、赤コーラー、それはいらない。さあ3周目、良い通過です。ちょっとキノコの使い方でちょっと失敗したけど、てか危ねえな、ギリギリ足りなくてよかった。う
わ、ここで雷きついな。4位ならまあ OKOK。 第3レースネイチャーロード 150cc、 コースの候補にファイラルサーキットがあったんですけど採用されませんでした。残念。ファイラルサーキット好きなんですよ。だから動画撮るとき1回はやりたいんだけどね。いつもね方法にあるあってはずあいし、ファイラルサーキットが候補に上がるんだけど選ばれないので、そこ やばい、ここでスターか使っとこう。さあ3周目、現在6位、コインが4枚とちょっと少なめ。なおかつ緑コーラをまといながら、6位か。